おっすおっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。こちらのコースなんですけど、ちょっと行き方がわからなくてですね、あらかじめもうセーブをして中身を確認した上でのプレイです。ご了承いただきたいと思います。さあ行きましょう。中二病の男が初めて作ったスピラン。オッケー。で持って投げてくるん。よし、オッケー。でここが難しいんだよな。オッケー、入ります。綺麗にどっかに入りたい。オッケー、これでゴールなんですよね。なんだけどこれ絶対正規じゃないんですよ。あのね、行き方が全然わかんなくて結局こうなってしまったんで、もしこの投稿者さんがもし動画見ているようだったら、ぜひクリア法を、それを見た上でもう一回プレイしたいなと思います。ぜひ見てたら、ツイッターの方に送ってください。はい、続きましてはこちら。今回このコースはちょっとクリアできなさそうです。皆さんの力を貸していただきたい。これどうやってクリアするのかわかんないんですよね。ただのね、しゃがみ連打だとね、まあ見せるんですけど、先に進めないんですよ。まあこうなって右行くとこうしゃがむんですけど、まあ、こんな感じで全然進めなくて、タイムは、3秒とか、2秒、1秒みたいな。俺何やってもね、先に進めなくてね。で、もしやり方知ってる人いたら、教えていただきたいなと思います。まあ、こんな感じで、右押すと今みたいな感じなんだけど、左押すと、まあ一応ここではジャンプとかできるんだけど、まあ最初右。これもしかしてさ、右に行くじゃなくて左に行くが正解なんじゃない？違う？ちょっとやってみようか。それは試してなかったな。あ、最初しゃがんじゃうともうダメなんだ。その時点で罪なんだね。ちょ、左行ってみよう。あ、ダメだ。左行っても結局何もできませんでした。やり方知ってる方いたら、ぜひ教えていただきたいなと思います。お願いします。じゃあこちら行きましょう。いいねランキング1位、ランランラン。昔のワンピースの主題歌にあったよね、ランランラン。俺すごい好きだったな。参りましょう。あ、すげえ、こっちだ。ちょっと。おー、走った。ロケットに乗っとるよ、すげえ。わーっと、デブロス。通常のブロス入っとこうか。あ、これ入んなきゃいけないんだ。キノコ。え？ワッツ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 。ここで待ってて。こんな感じ。オッケー。よーし。めっちゃワンワン言ってる。12月の18日にいただいたコース、マリオ VS 宇宙の支配者クッパ、参りましょう。お、すごい、芸術系コースだ。作りが綺麗ですね。中間もあるね。まずはここに入るんですね。なんか、中に入った感じですよね。おー、スクロールか。落としていきましょう。いえ。は。せっかくなんで、こいつも。しまった！はしゃぎすぎた。速攻食らった。これなんか、やべ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 、おぶねえ、生きてる。いやー、走る。無理に倒しに行かなくても。お、ファイヤー、ごちそうです。めっちゃ強くなったな、これで。ほぼほぼ真ん中に打っとけば、負けることもない。なんか鍵ありましたね。いいな。あそこ行きたいな。真ん中抜け。おー、ちょっと難しくなるのね。ほっ。食らった！辛い！いやー、食らった！しまった！もうちびっこになっちまった。うわー！あ、食らっちゃうのは仕方ない。多少のダメージはしょうがない。どっかにあったっぽいの。あ、これあれだ。クッパ倒して、鍵に入りなさいな。
なかなかでも攻撃が当たりません。くっ、ファイヤーを消費する。かわせない攻撃とかわせる攻撃をすっかり見極めていかないと。ここか、オッケー。これきついな。あー、食らったか。ちょっと離れた方がいいよね、危ない。よし、ギリギリ、よし、セーフ。ファイヤー状態を保つ。土管に入ります。おー、中間まだまだ続くよってこと。あ、違う、ゴールだ。イエーイ、やったー。宇宙の端クッパー倒しましたね。お疲れー。シューティング系のコースでしたね。めっちゃ楽しかった。はい、参りましょう。え、簡単じゃね。多分投稿者用隠しのコースですとのことを12月20日にいただいたコースです。ついに2016年にいただいた ID もそろそろ終わりそう。やったぜ、頑張ってきたからね。やたら簡単そうな。いいんすか、いただいちゃって。あ、これまずいんじゃね。ひこうだね、行くなら。あとジャンプしても大丈夫なようになったのか。でもこれやばいな。そうそう、やばい。あ、待って。あ、うう、この辺は大丈夫なのか。うわ、のこのこ甲羅を連れていくのは正解だよね。絶対そうだよね。最後跳ね返ってきたやつをやっぱり。踏んで。これで、あ、これが正解かな。これでいいかな。ではこちら行きましょう。12月の21日にいただいたコース、30秒スピランだそうです。参りましょう。鬼畜なのか否か。ワン、ツー、スリー、はい、はい、オッケー。上、な、ガガガガ、どうせ入れなきゃいけないこの難しさが。ほっほっ、こうな、いや、そうだよね、そうだよね、ここむずくね。いけるかな。ここでスピードつけてバネの右上に降りて、でスピンして左抜けれないかな。こんな感じ、いけた。よいしょ、オッケー。3段123がり、あぶねえ、調整入れたけど。なんすかー。オッケー、ゴール、よーし。はい、じゃあこれ最後にしましょうかね。12月の24日にいただいたコース、5時間半かけて作ったんだって。すげえな。やってみましょう。最初バネかだよね、死ぬねこれね。こう、オッケーオッケーオッケー。怖っ。はいはい、あった。踏むのかな。まあ踏むしかねえか、選択肢が踏むしかねえか。とりあえずこっち行ってくる。え、あ、いいのか。うわうわうわ、そっか、チャンスが一回キーなんだ。せめて右の情報を見ながら死ぬ。あ、あ、なんか隠しある。ちょっと待った、これ使おうぜ。え、なんか隠しある、ちょっと待って。は？ちょっと待ってくれ。これ5時間かけて、なぜ。なぜ、あ、そっか、作っただけでクリアはできなかったのか。とりあえずこれ行きましょうか。まずゴールできるかどうかをしっかりと確認しましょう。てかこれあれだ、思えばさ、これでいくらでも道が作れる。もうちょい後ろ、このもん、じゃあこのもんすか。あ、ここに入ればいけた。よいしょ、むずいね、なかなか。あ、でもなんか道できたっぽいね。とりあえず上行っとく。オッケー。ほ、多分これ正規ルートですよね。あ、間違いないわ、正規だ。投稿者にとっての正規ルートはこれ。ゴールありましたね。
とりあえずゴールは捨ておいて、あのファイヤー使おうか、どうしようか。そこだけが、あ、でもこれあれだな、ファイヤー取らない方が多分やりやすいだろうな。あぶね、乗る。あぶねえ、ちゃんと右に行ってる時に行かないと死ぬぞ。これはどうなってたっけ、わかんない時の右飛び。あ、いいんだ。でもオッケー、着地完了。オッケー、はいはい。これはスピンで、あ、スピンじゃなくても大丈夫だったな。くるんでいける方を選択するべきだったんじゃないのか。ここの隠しを使うか否かですね。まあいいか、使わずに行こうか。あー待って、でも何かは使わないと結局あれなんだね。だとしたらまあスターを使うのがいいか。せっかくだし被ってく？どうしようか。とりあえずこのドッスンちゃんは倒していかないとな。よいしょ。しっかり来るのを確認して、お、これは被っていきましょう。どの道ね、どの道被れそうな感じのやつだったしね。下どうなってたっけ。ああ了解了解、はいはいはい。これはメットあるとすごい楽だ。ふう、やっぱこっちの方が安定しそう。すごい難しいけど、一マスの壁キックは結構危険だわ。よし、どこだっけ、ここですね。ちなみにこれ右行くとどうなる、行けなくはない、あ、いけなくないね。よいしょ。一応これでの、あ、ちょっと積んだじゃねえか。オッケーですね。じゃあまあ通常のこっちのルートでも行きましょう。はいはいはい。まあ中間いただきましたからね。Tヨシちゃんゲッツからの、よいしょ。はい。ガリガリアクションですね。よいしょ。わっしょい。よいしょ。はい。ふわぁ、ティヨシちゃん。こいつ、鬱陶しいな。倒したいな。倒せなかったね。あ、うおぉ、すげえ、よく耐えた。あべ、うお、なんか刺さったけど。あいつ死ぬのかよ。はい、ここで勝ちで。問題は、これ、右か左かですね。じゃあ、とりあえず、左？あ、オッケー、そうですね。オッケー、そうですね。なるほどね。はいはい。これが行って、こうなって。ここにいっぱいある。あ、また中華あるんですね。なるほど。この辺もあるのかな？あ、ありますね。ありますね。うわ、なんか上から降ってきた。嫌な予感すんな。こう行って、はい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 、怖い。はい、なんかありそう。ない。はい。この辺なんかありそう。こわ、うわ、ほらあった。しゃあ、かぶる。ない？ないね。あー、どうすんだ？オッケー、トントン。なるほど、P が必要なのか。で、行くのもいいんだけど、どうしよっか。持って行っても踏む場所がなくない？あー、なくはないか。この上に置けばいいんだもんね。どこだっけ？あったの。ここだっけ？この奥か。ここだっけ？ありましたね。この辺で下ワイでいけるでしょ。オッケー。かぶる、踏む。これで間に合うでしょう。トン、トン、トンと。はい。了解。土管入りまして。はい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 。はい、ゴールオッケー。オッケー。正規ルートもクリア。なんか鍵手に入った。クリボーか。よし。じゃあ今回はここで終わりましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの。チャオー。